今夜もチャンネル登録者さん10万人ぐらいの激烈人気の YouTuber 目指して頑張って行動していきましょうね。というわけでですね、今夜もやっていきたいと思います。こんばんは。ね、お元気ですか？お元気ですか？いやしかしね、元気かって言われるとね、私はなんか微妙なんですけどね。まあでもそんな感じですけども、頑張っていきましょう。センシルさんのフーストアニバーサリー的なね、やつをやっていきたいと思います。いやなんかまた新しいガチャ出ましたね。今日も見ていただいてありがとうございます。いや本当にね、今回もまた新しいガチャ出ましたんでね、バンビと大島の森ということで、これ一回引いていきますか。なんか1周年でですね、確率アップということで、ここでアイメイク引けなかったら、ちょっと引けなかったじゃん。いや悔しいな。いやでも1万2000でこうのコイン使ってガチャ引くのもな。というわけで今日もストーリーやっていきましょう。いや特別セールってなんだろう。ああなるほどね。というわけで今日もガチャやっていきましょう。ガチャじゃない。今日もストーリーやっていきましょう。で、サーカスの国の続き。いやー、前回どこまで行ったっけ。確かあのゆずぴーさんの息子さんを探せというね、話だったね。いや息子さんか、どんな感じなのかな。スピカくん、スピカくんどこ、あんたここで何してんの。え、あれこの双子見たことあるよ。双子の男の子と女の子、双子兄って書いてあるけど、なんかレオタード着てね。あんた部外者だよね。黙ってないでなんか言いなよ。お兄ちゃん、この人きっと怪しい人だよ。ミザルをよ、ミザルって誰だよ。次々新しい人出てきすぎじゃね。あの、私は決して怪しいものでは。ミザルさんに頼まれてスピカ君を探してるの。ああ、そっか、団長か。スピカを？あなたたち何か知らない？知らないね。今日は見てないわ。そっか、ありがとう。ごめんね、邪魔して。それじゃあ、で済むわけがないよね。ちょっと待って。僕たち今リハーサルしてたとこなんだ。出来栄えを見ていってよ。リハーサル？空中ブランコのね。空中ブランコって見てみたいな。で、それこそね、あの、シルク・ド・ソレイユのね。空中ブランコ？すごい。じゃあそこで見てて。てか、コーデバトルかと思ったら本当に空中ブランコ見るだけなんだ。訓練用のマットがあるって分かってても手を離した瞬間はヒヤヒヤするな。どうだった？すごく綺麗だったよ。さすが双子、息ぴったりだね。息ぴったりじゃないと落ちちゃうからね。そや、双子の人って最近見てないな。それはそうなんだけど、私たちずっと一緒に練習してきたんだからね。えお兄ちゃん、そうだね、二人は仲がいいんだね。まあね。そうだ、お礼にバトルしてあげるよ。なんでだよ。なんかおしぼりとかくれるだけでいいじゃん。なんかサーカス手拭いみたいなさ。仲良しフリルコーデ、仲良しのコツを教えてあげる。フリルは持ってた気がしますな。え、どの辺がフリル？あー、帽子？かな。黄色は何？髪型か。へえ、なんかこの靴最近よく見るな。この靴何かがすごいのかな。どの靴だろう。あ、装着中で見ればいいか。ギンガムハートブーツ。これ何がすごいのかな。最近よく見るよね。あれずっと押してても何も出ない。出ないのか。まあいっか。じゃあバトルしに行きますか。しかし、このゲーム内の私の服装、仲良しかな。仲良しかな。チャオ的じゃない？チャオ的じゃないってなんだ。
チャオ的じゃない、長吉的じゃない、マーガレット的じゃないね。え、月刊マーガレットさんってよく買ってたんですけどね。なんかの読み切り作品が多かったので、で何月号買ってもこうね、話の続きが気にならなくてよかったんですけれども、ねえ、意外と少女漫画読んでる漫画やったぜ。ねえ、なんかのイケメンがこう消しゴム落として拾ってくれたりとかね。お、ダイヤだ。他なんだろう、靴？靴とかだったらいいかな。あんた意外とやるんだな。ほんと意外ね。そんなに意外って言わなくても、あなたの声でもすごく素敵だったよ。やっぱり双子だとお互いにどんなことでもわかるの？よく言うよね、これね。これを見てる方の中にね、双子だよっていう方がね、いらっしゃったらぜひ聞いてみたいんですけれども。本当なのかな？なんか割りかしあるとは聞きますけどね。はあ、そんなわけないでしょ。そんなわけねえのかよ。どれだけ似てても別々の人間なんだから。どれだけ愛してても分かり合えないことだってあるわ。いやー、ちょっと耳の痛いこと言われましたね。ねえ、やっぱり他人同士だから言わないと分かんないよね。そうなんだ。ところでもうスピカのことはいいの？よくなかった、そういえば。リハーサル見せてくれてありがとう。またね。いやー、いや、次スピカ君が見つかるかと思ったら見つからなかったね。ちょっと待って、じゃどんな感じの息子さんなの、マジでちょっと気になるな。ゆずぴーさんがまんまちっちゃくなってるとか。あー、でもあれかな、暗黒の国の最後に出てきたちびっこかな。いやー、あの辺出てきそうな気がするな。というわけで今回はここまでです。私の予想はね、暗黒の国の最後に出てきた少年かなと思うんですけれども、どうかな。先に進んでる方こう言わないでくれよ。ちょっと私の先のワクワクなので。それじゃあ今日もここまで見てくれてありがとうございます。それじゃあまた次の動画で。いや、本当にどうなってんのかな。そもそもゆずぴーさん結婚し、それじゃあまた。